マキシラリアは、卵化植物の一群。種類が多く、多くは小柄。あまり派手な花をつけるものはないが、色や形は様々である。マキシラリア族は、南アメリカを中心に分布する小型の着生植物で、春蘭などに似た花をつける。小型種が多く、花も大きくならないものが多い。花の形態にもそれほどの変異はないが、花色や、 花弁の形、香りなどには、幅広い変異がある。洋蘭としては、派手さには、かけるが小型で、コレクションの対象にできること、丈夫で栽培が容易な種があり、根強い人気がある。学名は、ラテン語のマキシラにより、花を横から見た時に口を開けた昆虫の顎に似ていることによる。常緑の多年草で、弱性植物。よく発達した偽休憩があり。 その基部から出た、捕腹系の先に、新たな偽セ球形をつける。その際、鉢植えでも捕腹系が立ち上がるものがある。また、少数ながら、偽セ球形を作らない茎だけの種もある。葉は、偽セ球形の先端に1枚か2枚付き、角質で線形、または、非神経。偽セ球形の基部には、偽セ球形を覆う輪片があるが、ここにも、陽神を発達させる例もある。 花は、偽球形の基部から出る花柄の先端に一つだけつく。花柄は、単独に出るものから多数一度に出すものまである。花は大抵は、肉厚である。学編三枚はほぼ同型で、楕円型から細長く、平らに開くか、前へ抱える。側学編の基部は融合して短いながら、今日作る。側花弁も、学編とほぼ同様ながら、 前へ突き出す随中を覆うように揃って前に出る。神弁の基部は随中の元に平行し、その側面は立ち上がって溝の形を作る。神弁の先端は多少反り返って平らになる。このような花の形は、額片と側花弁が楕円形に近いものでは、春蘭のそれに近い。ただし花弁が長く伸びて垂れ下がる種や全体に大きく抱える。 種のように、見かけ上は大きく異なる花をつけるものもある。分布域は広く、北はフロリダ南部から南はアルゼンチンにまで分布がある。約300種が知られる。代表的なものを以下に挙げる。洋蘭として栽培される。略称はマックスである。ただしカトレアやコチョウランのような高い干渉価値はない。まずこの属のものは花が小さいものが多い。 スペシオーサやストリアタなどのように、計12センチメートルを超える大輪花をつける種もあるが、ほとんどは、計3から4センチメートル程度の花である。また花色にも派手で鮮やかなものが少なく、ほとんどは地味な色合いである。花の形態としてはリカステに似ていて、リカステの方が大きく整った美しい花をつける。しかし、そんな中でも花色には、白から黄色。 赤などの幅があり、花弁に半門や筋を表すものもある。また強い香りを放つ種も多い。また種類がとても多く、小柄で場所を取らないことからコレクションにも向いている。高温低温に強く、丈夫で栽培しやすいとして、ヨーランの初心者に勧められる種もある。例えばバリアビリス、ポルフィロステレ、ピクタなどは、栽培が容易な初心者向きとして知られる。 ソフロニティスは補腹性が強く、少林ながら朱石色の花をよくつけ、これも幸い用意とされる。カマリディは、水仙の手縫いホリアはココナッツの香りを持つ。交配はあまり行われておらず、出回っているのはほとんど原種である。ただし原種にも特に個体名を与えられた系統はある。リカステ族とは禁煙でザッシ種のマキシラカステ、マキシレイクストが作れる。 が、特に重視されていない。唐沢監修、P363 以下、主として、唐沢監修、P363 飛ばし、P237、ガーデンライフ、P203NHK 出版、P165 から167岡田、P150、ガーデンライフ、P203 から204青山、P167。ありがとうございます。